カズマさんたちが協力してくれるなら、きっと元の世界に帰れますよね。この巣場、本当にいるんでしょうか、先行リザードランナー。他に心当たりの場所もないしな。それよりもアクアとダクネスのその服はどうしたのですか？ああ、これヘスケアの服が汚れてたから同じのを作ってあげてたのよ。そしたら楽しくなっちゃって、自分のと、ついでにダクネスのも作ってみたの。ほら、アイズとダクネスってなんか似てるでしょ、髪の色とか。アクアが持ってきてくれた時にはその出来栄えに驚いたよ。さすが僕の友人だ。この服は少々露出が多くないだろうか。露出多いかな。ダクネス、これからもその衣装でよろしく。お前というやつは、お揃いの服ちょっと羨ましいですね。私もリリルカとお揃いのを作ってもらえばよかったです。私と同じ服を作ってリリルカに着せるのもありでしたね。きっと眼帯もよく似合いますよ。眼帯はちょっと。あれは初心者殺しか？モンスターの群れがこちらに。ダンジョンの外なのに。大丈夫、ダンジョンの外でも戦いの基本は変わらない。視界は広く、視覚は作らない。この巣場、テンペスト。ファイヤーボルト。これであらかた片付きましたね。人数が多いとはいえ、いつも以上に楽だな。リリルカのサポートと合図とベルの攻撃のおかげか。私だって支援魔法でみんなのサポートしたんですけど。爆裂魔法は使いどころが重要ですからね。私が守りに徹していたのは作戦というやつですよ。私は壁として立派に役割を果たしたと思うのだが。相変わらず攻撃は全く当たらなかったけどな。ねえダクネス、ちょっといい？あなたの剣、少し力みすぎなのかも。私の動きに合わせて振ってみて。こうか。そう、その調子。いやいや、ちょっと指導したくらいでダクネスの攻撃が当たるようになるわけ。さっきのモンスターまだいたのか。ちょうどいい、そこのモンスターに向けて同じように振ってみて。わかった。やっぱり少し力みすぎてたみたい。見ていたか、カズマ、私の剣が当たったぞ。おいおい、嘘だろ。今までかすりもしなかったダクネスの剣が。アイズ様の剣の腕はオラリオでも随一、その的確な指導ゆえかもしれません。さすがアイズさんですね。さすがって言葉で片付けられる話じゃないような。もしかしたら僕たちがこの世界に来たこととも関係があるのかもしれないね。
バレンナニガシ君の力が同じ服を身にまとったダクネス君に干渉してるとか。にわかには信じがたいですが。なんということだ、モンスターが私の剣でなぎ倒されていく。ダクネス、また脇が開いてる。油断すると攻撃が当たらなくなる。はい、アイズ師匠、ご指導お願いします。ダクネスも喜んでるみたいだし、これでいいんじゃないかしら。まあそうだな。それにいい機会だ。目的地までのモンスターは全部あいつに倒してもらおう。この巣、神様とアクア様は気が合いそうですね。仲良くして。